中日本工業株式会社は、愛知県名古屋市中村区に本社を置く、映画工業会社。同県同士にある映画館、ミッドランドスクエアシネマ及び、シネマに、同県西カスガ郡にある、ミッドランドシネマ、名古屋空港などを運営している。名古屋証券取引所、第2部単独上上名柄である。2007年3月7日、名古屋市中村区名駅4丁目の、 ミッドランドスクエア商業旨5階にオープンしたシネマコンプレックス。小畜と共同で運営している。7スクリーン、1189席。2019年12月20日にスクリーン後に中部地方発のドルビーシネマが導入された。2016年7月15日、ミッドランドスクエア近くのシンフォニートヨタビル2階にオープンしたシネマコンプレックス。 小畜、マルチプレックスシアターズと共同で運営。ミッドランドスクエアシネマの新感的位置づけで、スクリーンのナンバリングも続きの8からとなっている。7スクリーン、1016席。2008年10月31日、愛知県西葛海郡豊山町にある名古屋空港向かいの商業施設、エアポートウォーク名古屋内にオープンしたシネマコンプレックス。 滑走路の見える映画館として話題を集めている。全員12スクリーン、1807席。オープン時、デジタル映写機は、スクリーン3のみであったが、その後すべてのスクリーンに導入された。中日本工業最初の映画館として1955年11月、旧トヨ田ビル内にオープン。当初は参観体制だったが、1957年7月、 旧毎日ビル地下1階に別館を新設。さらに1997年6月には、旧トヨタビル内の旧グランド2を3分割し2館、増設したが、トヨタ、毎日ビル建て替えのため2002年1月27日に、グランド1が、2003年1月に、グランド2から6が閉館。これらに代わる、後継映画館として同年1月30日、 センチュリートヨタビル2階に、名古屋ピカデリー5.6がオープンした。1957年に、アロハ映画劇場、セントラル劇場の名称でオープン。1988年に、玄関名となる。関名に、ピカデリーとついているように、主に小畜、東急系の映画を中心に上映されていたが、末期は、東方系の映画館が、近隣から消滅したため、 同系の作品も増加した。ピカデリー1は閉館時時点で愛知県内にある映画館の中で最大規模を誇っていたが、ビルの老朽化と賃貸人である三井不動産との契約満了に伴い2010年3月31日をもって4館揃って閉館した。ピカデリーがあったセンチュリートよをビル。 名古屋グランド劇場の閉館に伴って2003年1月30日にセンチュリートヨタビル2階に開業した名古屋ピカデリー5.6が全身で三井ビル北建ての名古屋ピカデリー1.23.4が2010年3月31日に閉館したのに伴い名称がピカデリーに変更されたニスクリーン442席主に 東宝と東映の作品を上映。2016年7月のミッドランドスクエアシネマ2の開業に伴い同年6月30日に閉館した一時資料。ありがとうございます。